ね、夢判断ではいろいろな人がいろんなこと言ってる。でもそれだけ見ては言えないんですよ。その前の夢とか流れとか流れがあって、その人のいろんな普段の考え方とかいろんなあって、生き生活の仕方があって、それを全部勘案した上で言うから、同じ夢を見たからって同じことじゃ言えないんだ。でもね、あの親を殺したっていう男の子が、父親殺したんですって、えって言ったら、いや夢ですけどって、びっくりしたって、びっくりしたって言ってしていろいろ喋ってるうちにね、あんたすごいねと、いよいよ独立したねと、精神的に独立したんだよと。父親を殺したっていうことは、今までは父親がいないとダメだった自分が、父親を殺して一人前の男になったんじゃんって、よかったおめでとうって言った。だから初めはキョトンしてから、あ、だんだん分かって、あ、そうなんですよねって、もうそれから来なくなったけど、もう大丈夫なんだよ。でそういうことでね、親殺したか大丈夫でしょうかって来るような、なんか僕は何かやるんでしょうかとか心配するよね、それは。あ、そうですね、うん、親殺しとか盛んにあるじゃない、うん、あれは実際に 親を追い越せなかった子がやることだもんね、親殺しても。もう親の存在が大きすぎちゃって、大きすぎ、子供の中で親を殺さないと自分が生きていけないとどっかで思っちゃう、あの深いところで、うん、動物はそうなんですね。親を殺さない、親が死なないと次の世代を受け持っていけない、あのそう増えられないわけだから、普通の動物は、うん、人間は関係なく増えてるけど、だから人間はすごくあの社会が大きくなってるから許容力が大きいけど、普通の動物、食肉動物なんて本当に少ないわけだから、増えたら共食いしなきゃいけなくなる。だから親を殺すんですよ。殺すというか、もうだんだん弱ってきたら放っていくの。人間の世界だけ。じゃあそれを超えられなかった子供が悩んじゃうというか、悩んでいいか、親から離れられなかった子はね、精神的にね、独立、親から独立するときにそういう夢よく見るんですよ、親を殺す夢を。不思議ってことですね。